まあ、ということで、レイカーズ、ウルブズの試合を僕、実況しまして、まあ、来てくれた方もいると思いますが、皆さん、試合の方は見ましたでしょうか？めちゃくちゃ大接戦の末、残念ながらウルブズ敗退と。いやー、惜しかったな。でも負けたけど、普通にバリ楽しかったな。負けたけど、全然なんか、普通に、なんだろう、全然楽しいね。負けたけど楽しかったです。いや、コンリーマジで土壇場でほんとやってくれたよね。すごすぎたわ。いや、ほんと手のひらひっくり返したよな。全世界の NBA ファンの手のひら返しましたよね。いや、だからそう考えるとディアンジェロとのトレードは大正解だったってことよな。これを見越してたっていうことだもんな。まあ、あんだけ決めるっていうのは、まあ、嬉しい想定外だとは思うんだけど、でも、ああいう風な使い方をしながら陰で支えてくれるっていう意味では、ね、そういう、まあ予想というか、そういう想定をしながらのトレードだったんだろうね。で、しかもそれだけじゃないからね。もともとは、サラリーの問題がやばすぎてっていうところがメインのトレードだったはずだから、コンリーが来たことで、サラリーがちょっと楽になったんだよね。でもその分、まあディアンジェロよりも、ね、能力を取るから、サラリーを優先して、ちょっと戦力ダウンしちゃった。まあでも、それも致し方ないよねっていう、ゴベアが来たから、まあゴベアのツケを払うような、トレードをしなきゃいけないよねっていうので、最初の方はね、そう考えられてたけど、まあ、蓋開けてみたら、ディアンジェロがむしろレイカーズの足をめちゃくちゃ引っ張って、フィールドゴールも9分の1とかだったっけ。もう後半とか試合全然出させてもらえてなくて、で逆にマイク・コンリーは前半フィールドゴール100%で、最後の同点3も、まあ、ファールでフリースロー3本獲得して、3本とも全部決めるね、鋼のメンタルを見せつけたし。だから戦力ダウンだと思われてたところが、全然戦力ダウンになっておらず、でサラリーがシンプルにただ楽になったっていうので、バリいいトレードだったね。そう考えると。しかもこれゴベアがいない状態であれだからね。ゴベアがいたら、やっぱりマイク・コンリーとゴベアのね、コンビネーションはやっぱりユタ・ジャズからずっと、まあ、ウルブズでも受け継がれてるし、そう考えると、まあ今回ゴベアいなかったから、自分の力で打開するっていう感じでシュートは決めれなかったけど、でもまあペリカンズか OKC と当たるときに、まあゴベアは戻ってこれるから、まあそうなるとコンリーのね、得点ももうちょいバリエーションが増えそうな気がしますね。でもなんかあれだよな、ディアンジェロがこんな感じだとさ、まあ、勝ったからいいけど、なんだろうな、結局契約、再契約するかどうかの瀬戸際なわけじゃんね、ディアンジェロと。まあ、もしこれでグリズリーズシリーズのプレイオフでもディアンジェロが爆発する試合が全然ありませんでしたとかなったら、再契約するなっていう声が増えそうだよね。ただカイリー・アービング取ろうぜみたいな、その可能性結構高そうよな。ゴベアがいたら勝てたと思うか。俺はゴベアがいたら勝ってたと思う。そのツイートもしたけど、その結局負けた最大の理由がタウンズのファールトラブルだと思うのよ。試合見てた人分かると思うけど、タウンズがいなくなって、せっかく点差10点差ぐらい開けてたのに、それがもう一気にゼロまで縮まって、なんなら逆転されてみたいな。で、タウンズを仕方なく、こう、無理に出させて、また点差が広がって、ウルブズがリードして、で、ファールトラブルでまた下げたら、また一気に縮まって、みたいな感じだったと思うんだよね。ってなると、やっぱりこう、ファールトラブルになってなかったら、もうちょいタウンズを、こう、まあ余裕持ってね、なんかちゃんとした使い方ができたんじゃないかなって思うし、あと、なんだろう、まあ、こういう話をするとさ、いやでも結局、ファールトラブルになってたとしても、まあ無理に試合出して、で無理に試合に出してる間にファールをせずに退場してないんであれば、結局ファールトラブルだろうが何だろうが関係なくないみたいな、結局試合出れとるやんみたいな、まあ、それが無理に出してるかもしれないけど、まあ、そこでファールしてないんだったら、ね、別に何も変わらんよねみたいなっていう見方もあると思うんだけど、でも個人的にはこう試合に出せないっていう怖さも当然あるんだけど、今日のタウンズとかまさにそうだったんだけど、ファールトラブルになった選手って試合に無理やり出させてもらえたとしてもね、でその選手がファールせずにずっと出れたとしても、結局ファールにビビって、なんかアグレッシブなさ、ディフェンスとか、アグレッシブなオフェンスができなくなるわけじゃん。ってなると、ファールトラブルに陥ったタウンズの能力って、元が100だとすればね、元が100と仮定したら、で今日の試合のタウンズ
タウンズってファールトラブルしてなかった時のタウンズは 100あったと思うね。もう誰もタウンズ止められないやんみたいな、そのレベルでまあレイカーズ戦がっつり活躍してたと思うんだけど、ただファールトラブルになった時のタウンズは本当50ぐらいの力しか残ってなくて、残ってないというかまあビビりすぎてえお前そんなだったっけみたいな、あれさっきまでの威勢どうしたみたいな。そうだからディフェンスも結局 AD にそれで舐められてゴール下でねフィジられて、でタウンズはファールできないからひよったディフェンスしちゃってみたいなのもあったし、でオフェンスでもあんだけドライブでガンガンいろんな選手抜きまくってたのに、ファールトラブルになってからはオフェンスファールにならないようにこうビビりながらねドライブして、でそんなビビったドライブをさね、レイカーズの選手たちが止められないわけがないから AD もねディフェンスできてたし、ってなるとやっぱりファールトラブルをタウンズがしないっていう、それがウルブズにとって一番大事な勝ちパターンだと思うんだよね。で去年もそのファールトラブルが原因で、ね、グリズリーズに負けて、まあ、グリズリーズ戦は他にも負けた要因いっぱいあるけど、まあ、その一つにファールトラブルがあって、であこれじゃダメだよねってなって去年反省したわけよ。で反省したんだけど今年も全く同じ理由で負けちゃいましたと。これだけ見るとえ反省何も生かしてなくないみたいな、結局タウンズファールトラブルしてまた同じような負け方してるじゃんみたいなって感じにまあ捉えられると思うんだけど、俺はその反省を生かした動きをウルブズはしたと思ってて、それがゴベア獲得だと思うんだよね。まあ、ゴベア獲得の理由なんていろいろあると思うんだけど、そのうちの一つがファールトラブルでグリズリー戦負けてしまいました、だからタウンズがファールトラブルにならないような施策を考えなきゃいけない。じゃあファールってどういうシチュエーションで行われるんだろう、あやっぱゴール下は戦場って言われるぐらいだからリバウンド取られてそこで手出しちゃうとか、ポストプレイされた時に相手を押しちゃうとかであれば、こうそこのゴール下で守れる選手がタウンズ以外にいればタウンズはゴール下で頑張んなくて済むよねっていう、それがやっぱ大きかったと思うんだよね。でそれを考えた結果、あじゃあゴベア獲得した方がよくねっていうので、まあウルブズはタウンズとゴベアを並べようという決断をしたと思うんだけどそうだから個人的にウルブズは、まあ、反省を生かしてちゃんと施策を考えてたけど、結果ファールトラブルで負けてしまった。でこれ誰のせいかっつったらもう圧倒的にゴベアのせいでしかないよなゴベアがいさえすればっていうとこがあったからね、チームメイトと喧嘩して出場停止なんてことがなければクリス・フィンチがやりたいことがおそらくできてたんだろうし、本当なんかもうそこでしかない。だから俺は別にクリス・フィンチを責めるつもりは全くないし、今日出てた選手も、まあ、エドワーズとかね、まあ、絡まっちゃってたりしてたけど、まあその辺ももう言ったら計算のうちやんね。エドワーズが全然ダメな日もあるなんていうのはもう分かりきったことだったから、もうそれも計算のうちだとすれば計算外だったのは本当ゴベアが試合に出れなかったっていうことだと個人的には思いますね。まあ、もちろんゴベアが入ったらオフェンスがちょっとこう重たくなるとかね、そういうのはあるけど、そのデメリットよりもタウンズがファールトラブルしないっていうメリットの方が、まあ、今日のタウンズのパフォーマンスを見るともういかに本当そこだけだと思うんだよなまあ、っていう理由でゴベアがいたらウルブズの方が優勢だったかなと思いますね。ウルブズ的にはペリカンズ OKC どっちがやりやすいんですか、ゴベアいるとして。ウルブズかな、まあ、ペリカンズのディフェンス次第だけど、ペリカンズって自分たちからギャップ開けるようなディフェンスしたりするんよ。めちゃめちゃヘルプを早くして、もうなんかヘルプっていうよりはもう僕ここにいますよみたいなあらかじめ相手がロールしてくる場所にディフェンスを突っ立たせておいて、こう普通ヘルプってさ、助けてください、オッケー俺助けますがヘルプやん。今日バイトが一人欠勤になりました、ちょっとバイトさんが一人足りませんみたいな、これじゃ回りません、誰か派遣で助けてくれませんか、あ俺ヘルプ行きますっていうのが普通やん。そのペリカンズってなんか助けてって言ってないのに、あ俺ここにいるからねって、何かあっても問題ないよっていうディフェンスしたりするから、でもまあそれが悪いことではないんだけど、ただまあデメリットとしてはこうまあオーバーヘルプなわけだから、パスを展開させられて逆サイドにボールが当たったりとか、まあシンプルにパスを一発でキックアウトされたりとか、そういうチームにはちょっと脆い印象があって、だから それができるレブロンとかドンチッチとか、そのレベルのハンドラーがいるチームないしはパスをよく回すようなチームは苦手だったりするんじゃないかなと思ったんだよね。
で、ウルブズってどっちかのタイプに当てはまるのかどうかっていうと、後者の方に当てはまるよ。めちゃめちゃパスを逆サイドまで飛ばせれるハンドラーはいない。むしろ下手な方。エドワーズは全然飛ばせんし、マイク・コンリーは身長ちっちゃすぎて、ね、そもそも飛ばすのが困難だし、まあ、ギリタウンズぐらいかなって感じだけど、まあ、それもダブルチーム来るかどうかによって変わるし、だ前者の方は当てはまってないんだけど、ただあの後者のパス回しをよくするパスを展開するようなチームで言うと、ウルブズは今リーグで2番目にあのパス回ししてるチームだから、確か1試合平均430回ぐらいしてんじゃなかったっけな。1位がウォリアーズなんだよな確か。で2位がウルブズなのよ。そう考えるとすごいじゃんね。ってなるとそのオーバーヘルプしづらいっていうのがあるから、別にオーバーヘルプ以外のディフェンスもね全然やれるから、まあ、もし相手がオーバーヘルプシステムを採用するんであれば、ウルブズに分があるかなっていう気は個人的にはします。